絶対見ます。ずっと見てます。私が下な時、正面で向き合ってる時も見ますし、後ろ向きの時も首うんってして見てます。私でそんな表情してくれるのねって思うと、もうドキドキ止まらないです。表情が一番重要です。ね、その方すごいですよ。もう30代です。何歳さん？30歳以上さんです。あ、やっぱ長年生きてこられた方であって、テクの方も気の使い方も表情もすごかったです。もうこの世のものとは思えないもらい方してました。椅子みたいに座ってもらって、私がよいしょって上になってるとかね、それがすごく元気でした。あ、回数は少なかったです。一回ポッキリですけど、まあ、濃厚なお時間を過ごせたので、見た目はなんかラーメン屋さんとかにいそうなおじいちゃんは、まあ、すごいしっかり人になりました。そうだな、たくさんあるけど、なんかソフトタッチでいろんなとこ触られるの好きですね。あんまり強くとその後楽しめなくなっちゃうよね。ずーっとじらすじゃないんですけど、もう変になれば。でも人によるかもな。でも1回、2回ぐらいソフトタッチされてる時と、もだえ苦しんでる顔がもうそろそろ無理そうなんだなって時です。もう我慢の限界なんだなって時、死もうみたいな。両方。でも見たいからちょっとつけてるのかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。